動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は速稼塾の番外編といたしまして、転職されるあなたに向けてこの動画を作りました。今日のテーマは職務経歴表です。職務経歴表を書くとなると、大抵の方がですね、なんですか、入社しました、何かになりました、終わり、退職とか書いちゃうんですけども、それは職務経歴表じゃないんですよ。職務経歴表ってのはどんなことかって言ったら、2つの視点で書く必要があります。ここからですね、面接を年間に100件担当する僕の立場から、それからたくさんの事業経営者、人事の方の、本当の胸の内をですね、今回皆さんにお伝えしますんで、こういうことを書いたら胸に響くっていうのを、思いに留めながら聞いてください。職務経歴表なんですけども、2つの視点から書くことが必要です。1つは公的な立場からですね。一つは私的な立場からです。さあ、どういうことかと言いますと、公的な立場というのは当然、何々会社、入社というのがあります。そして、どんな実績を積みました、こんなことをしました、こんな、なんですかね、会社の中で資格を取りました、社外資格を取りました、っていうのを並べていって、その実績をもとに何々何という役職に就きましたということを書きます。これが職務経歴表、公的な経歴です。そして何々という役職に就いたから、それまでの役務とは違うことをどういうふうにしましたかっていうのを並べていきます。この繰り返しです。それが職務経歴表の公的な経歴なんですよ。じゃあ、私的な経歴って何？自分勝手なことをするっていう意味ではありません。会社の中にもですね、まあいろんな階層があります。例えば新入社員。新入社員で入ってきたときに、じゃあ、私的にどんな活動をしましたかと聞かれたら答えていくところがこの私的な経歴ですね。一つは、新入社員時代、リーダー格で頑張った。その裏付けとして、月1で新入社員同期の食事会飲み会を設定しました。幹事をやりました。みんなのまとめ会をやりました。これ非常に大事ですね。多分社員旅行があるとこだったら、社員旅行の時に、なんかこう出し物とかあるんですよね。ああいうのを自分が設定しました。そんなに社員旅行があるような会社じゃないよ。いいんですよ。なんか、終わった後にですね、飲み会をやりましたとかね、何人集まりましたとかね、自分はそうやって、仕事の成績はまあ、仮にですね、いまいちだったけど、社員同士をまとめるのすごく上手だったですよとか、あと、自分の母校に行ってですね、自分の会社についてお知らせするのがすごく上手だったですよとか、あと、友達とか、友人とか知人を自分の会社にいっぱい呼びましたよ、何人ぐらい誘致しましたよっていうのも私的な経歴になります。こういうのが知りたいんですよ。こういうことがね、実際に数字に現れてくる実績はこっちです。これは非常に重要で、というか職務経歴がある人だったら数字の実績があって当然なんですよ。これがない人、これが書けない人は多分どこの会社も欲しくないです。でもこれが仮になくても、自分はこんなに明るくて楽しくて人思いの人間なんだと、とっても人をまとめるのが上手で、人の世話するのが上手で、いろんな人にいろんなものを伝えていってるんですよとか、数字には成績には出てこないけども、こういった縁の下の力持ちができるんですよっていうのを私的経歴で書いていただければですね、職務経歴表、心に響くやつが完成します。社内一おしゃれです。でもいいんですよ。社内のですね、風紀を私は作りますとか、上司の方とすごく仲良くやってますとかね、部下をまとめるのすごく上手ですとかね、後輩に面倒見がいいですとか、そういった事例をたくさんここで書けばいいんですよ。確かに会社の成績、お客さんにダイレクトに届くものではないかもしれませんが、実はこれ、これと同じぐらい重要なんですよ。職務経歴表に、ですからこういうことを書いていったら埋まらないわけがないんで、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。内定が取れる職務経歴表の書き方でした。ありがとうございます。